はい、皆さんどうもこんにちは、吉原です。今日はですね、皆さんにダウ9万のメンバーのツイッターのユーザー名ですね、ツイッターのユーザー名ありますでしょ、アットマーク何々って、あれの由来を皆さんに勝手に解説したいと思います。はい、まあ、勝手にとはいえね、まあ、一応メンバーなんである程度、まあそのこういう由来だろうという目処はついております。まずね、私なんですけれども、私はこちらアットマークヨシレナレーザーという名前でツイッターをやっております。で、まあ、まあそのまんまですね、正直。まあヨシレナは吉原レナ、まあギュッとしてヨシレナで、まあレーザーはですね、こちらカズレーザーさんから来ております。まあ私はカズレーザーさんに、まあ、憧れてこの業界に入りましたので、もうそこを拝借させていただいて、ヨシレナレーザーという名前でやっています。まあだから由来はこんな感じですね。はい、ということで次、はい、こちら中島萌子のユーザーネームでございます。空萌子、アットマーク空萌子ですけれども、まあ、萌子はもうそのまま萌子ですね。その前半部分の空というのはですね、彼女はですね、昔空ちゃんという名前のね、鳥さんを飼ってたんですね。可愛らしい、もう彼女はもうその子非常に溺愛してたので、もうそっから来てる空ですね、完全に。はい、で空萌子ということで、まあ大事なペットの名前から由来が来ているということですね。はい、続いてどんどんいきましょう。こちらですね、伊原良也の、ユーザーネームです。アットマークリーヤくん、リーヤくんということで、まあ私はりょうやさんをリーヤくんって呼んだことはないんですけど、まあ、多分あだ名なんでしょうね、リーヤ、まあ、りょうやではなくリーヤで、まあ E がね3つある、これなんでだろうって考えたんですけど、まあ、グリーンとかが好きだったんかなっていう、はい、感じですね。でリーヤくん、まあだからあだ名ですね、おそらくリーヤくんは。まあなんか当たり障りない可愛らしいユーザーネームだと思います。はい、続いてこれ道上玉木のユーザーネームですね、アットマーク TMK アンダーバーチャチャチャということで、もうこれもそのままですね。まあ玉木、 TMK は玉木で、まあチャチャチャはちょっとよくわかんないけど、まあたまちゃんは普段からこういうようなことを言っています。もちろんのことをもっちや、完璧のことをペキなどと、やっぱちょっと よくわかんないことよく言ってるん で、あとたまちゃんはたまちゃんってやっぱり呼ばれるから、それもちゃんみたいなことなんですかね。チャチャチャって言ってね、 DMK アンダーバーチャチャチャということで、そういうの好きだからたまちゃんはね、いいと思います。はい、続いてこちら、クツナのユーザーネームなんですけど、アットマーク、まあ、ローマ字読みをすると、クツナのね、なんですけれども、まあ、英語でこう読むと、クツナのと読むこともできます。ちょっと、なんかこう、二つの意味掛け合わせた、その、のね、その、まあ、誰もいないみたいな。ことなんでしょうかね。クツナはクツナのねというふうに見せかけといて、こう私以外誰もいないみたいなことなのか、もうそもそも誰のものでもないみたいな、なんかそのすごい意味深にこう見せかけている、非常にこうこじゃれたことをしようとしているね、ユーザーネームだと思います。クツナのねとも読めるし、クツナのんとも、クツナなんていない、クツナなんていないっていうことなのかもしれません。これはちょっとそのミステリアスというか、そういう意味をちょっと込めたものという可能性は大いにありますね。このクツナのっていうのは、そういうちょっとやっぱ意味深すぎるユーザーネームだと思います。はい、続いてこちら上原優太のユーザーネーム、パワーポケポ1、これはおかしい、これはおかしいですよ。パワーポケから来ているとしてもです、パワーパワーポケポ
聞いたことありません。パワポケのことを、そういうそこをこうパワーパワーで重複してポケポーなんて、ポケからポーにもう一回戻るなんて聞いたことありません。しかも1最後に、これはね、まあ、なんかパワーポケから来てるとして、まあ、なんか上原優太のことだから、最初パワーポケっていう名前で始めようとしたら、まあ、このユーザーネームはすでに使われていますって出ちゃって、そしたらうーんってなって、じゃあパワーパワーポケならいけるかなと思ったら、パワーパワーポケでもダメで、じゃあとなってパワーパワーポケポにしたら、してもなおまだそのユーザーネームが使用されていますだったのに1を付け足したと、そう踏んでいます。きっとそうでしょう。きっと裏垢はパワパワポケポン2だと思います。はい、続いてこちら、園田翔太の、ユーザーネームです。キャット、まあ、96と書いて黒ですかね。アンダーバーブラック、黒猫をこうモチーフとした、ユーザーネームですけど、ちょっとシンプルにダサすぎる、信じられないぐらいダサいです。キャット黒アンダーバーブラック、どういう意味、猫黒アンダーバー黒、猫黒黒、パワーパワーポケポに似たものを感じます。ちょっとこれはちょっと考察とかもないですね。多分園田のこう美的センスがそのままこう反映された、ちょっとダサいユーザーネームなんじゃないでしょうか。はい、そして最後こちら、蓮見翔のユーザーネームです。大文字の S から始まってですね、翔 0408S で終わるということで、まあ一見まあシンプルかと思われるかもしれないんですけれども、まあ蓮見翔、まあ大体翔ってこう SHO か、まあまあつける人いないだろうけど、あんまいないだろうけど SHOUじゃないですか。 SHOW なんですよ。蓮見翔の翔は SHOW、 ショータイムの翔なんですね。もう彼はもうこの、まあ、演劇なりコントなりで、まあ、その翔、なんかショーマストゴーンとかよく言いますけど、その翔から来ています。あ、だから蓮見翔って、その翔蓮見ってこうローマ字で記すときは SHO 蓮見ではございません。 SHOW、 彼のショーはこのショー、このショータイムのショーなんです。これは彼の中の絶対的なポリシー。まあ演劇のコント、演劇とコントの違いはね、長さなんじゃないですか、知りませんけどとか言ってますけど、ここにやっぱ彼のポリシーが詰められてる。演劇でもコントでも俺はショーなんだ、ショーをする人間なんだという意味が込められています。で0408はまあ彼の誕生日ですけれども、 S、 また大文字の S で始まり大文字の S で終わるんですね。やっぱり俺で始まり俺で終わるという、やっぱちゃんと0408で終わらない、 S でやっぱり S つけることにやっぱすごく意味を持たせる。なんかこうダウ9万のね、名前の由来はね、あんま意味のないものにしたいとか言ってますけど、ここにはしっかり意味がありますよ。だってつける必要ないもの、最後に S なんて。でもやっぱ最後に S をつけてるってことは、もう私でもこう計り知れないすごく深い意味があるじゃないかと思っています。だからここの最後の S をちょっと皆さんも考察してほしい、ぜひ。はい、ということで、ダウ9万のメンバーのユーザーネームの由来を勝手に解説しました。ありがとうございました。